もうバカらしくてね解説する気も湧かないですけども所得税減税年4万円非課税世帯に7万円給付政府検討これねまず増税増税増税ということを岸田さんは言ってきましたまだ増税はしていない増税していないのに増税増税と言われるのが嫌だというのが岸田さんの本音だと思うんですよねでも私に言わせれば 増税するぞって言ってきたっていうことは。 もうそれだけ経済が萎縮しててるっていうことですよ増税となるとあじゃあ今ちょっと工場着工するのやめておこうとかね賃上げしようと思ったけど増税って言われたらじゃあちょっと賃上げ来年行こうかなだから増税っていや私増税してませんもんって言ったってずっと増税増税って言ってる時点で実際に増税していなくても増税したのと同じ状況になっちゃってんですよ経済の萎縮は。 いずれすると思ってるし、もう増税する頭で経営者考えてますから。だから増税してないのに増税したことになっちゃってるっていうのは本当意味不明なんですよね。 私の政権の間では増税はしないといやむしろ減税だとそれより経済をね発展させるぞっていうことをバシーンと言えばそうかとじゃあ今賃上げしようとかじゃあこの工場を今着工しようとかなるわけですよねだから減税する減税するぞって言っておいてちょっとずつでも減税すればよし減税したなちょっとボーナス増やしちゃおうかなとかなるわけですよねそもそもね総理になった時から金融資産課税とか言っちゃってたわけじゃないですかそれ言ったら株下がるに決まってるわけですよね だから増税しなくても増税すると言ってるということがどれほどのね実体経済に影響があるかこれをですね考慮できていないというのはもう本当にこの岸田さんは経済音痴にも程があるということですそして今になって急に減税って言い始めたわけですよ。だってね過去最高の税収って出てしかもコロナ対策で金も余ってて。 経済もこれから良くなりそうだという時にさすがに増税はないよなっていう空気になってるわけですよ。でで選挙も近づいてきてきるわけですねそうするとじゃあまだ増税してないし減税って言ってみようっていうねそういうことなんでしょうねやっぱりね。 政治家という生き物はですね特に総理大臣という生き物は <laughs> やっぱ支持率が上がるか下がるか次選挙で勝つか勝たないかとかねやっぱこうこう勝ってこそのですね総理大臣ですからまあなんとか勝とうとするそうするとやっぱり意識してのことか無意識なのか分かりませんがこ減税って言ったらちょっといい感じになるんじゃないかというねでも国民もアホじゃないので減税って言ったって最初からね1年間限定の減税とか言っちゃってるわけですよ減税しますよとまあこれからね好景気が続いていけばね この減税もずっと続くかもしれませんけどねぐらいのことを言っとけばあそうなんだってなったのに最初から1年限定あっ1年限定ねとじゃあ工場着工は今じゃねえなとかってなっちゃうわけだからその一言多いんですよね最初から1年限定ってさ何なのって話なんですよねもう減税するとこのまま経済成長いけばねさらなる減税も可能だぐらいのことを言っとけばいいんですだから企業経営者の皆さんとにかく日本経済ねしっかりと育ててってくれと上向きになるよう に頼むともうそしたら減税でも何でもするからと経済成長これでいこうぜと言ってくれりゃいい話なんですけどもねでそれでじゃあ税収分還元するっていうわけの分かんない言い方をするわけですね要するに税を取った分を完還元しますよとじゃあどう還元するんですかって言ったら所得税の減税が年4万円ですよとでも非課税世帯には7万円ですよいや非課税世帯は納税してねえじゃねえかってこれ還元じゃない給付ですよ 還元って言っておいて給付ですからね。 還元っていうのは払った人に戻すのが還元ですよね。払ってない人に戻したらこれ還元じゃないんです。これは給付なんです。貧困層への給付なんですよ。だったら最初からそう言えって言うんですよ。増収分は還元って。還元かと思ったら。非課税世帯7万円給付。まあ非課税世代がどういうところにお金を使うのか、もちろんね、言い切れるわけじゃないですけれども、どうですかね。私のイメージですよ。非課税世代にお金を給付すると、 借金の返済ににててられたり人によってはねギャンブル依存症でね収入が断たれて非課税状態になってる人もいるわけですからそういう人のところに行くと次の日パチンコとか競馬に行っちゃうのかなとかねというふうにも思いますけどもねいやもちろん全部が全部そうじゃないですけれども。非課税世代に 給付すするのは結構なことですけどもそうですねこういう時に政府紙幣発行しちゃえばいいんですよ有効期限年内とか言ってねそれまでに使わないと価値がゼロになっちゃうのねそれでいいんですそしたらとにかく数ヶ月の間に全部使い切るんですからそしたら年内 GDP ガツン上がりますよその分全部 GDP 上がるわけですから有効期限のある政府紙幣でいいんですじゃあ4万円もらえます1年ぽっきりって話ですよね4万円もらって どうするんですかねよし、なんか経済良くなるかなって感じになるんですかね貯金しちゃう人も当然出るわけですから。だから、有効期限3ヶ月の政府紙幣で渡せば良かったんですよ。武田つにやすチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。 え本家武田恒にチャンネルでは毎週木曜日夜8時え、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。